ジェフエルソン、フリオ・ソテルド・マルティネスは、ベネズエラ・ポルトゲサ州アカリグア出身のサッカー選手。メジャーリーグサッカー、トロント FC 所属。ポジションは MF。14歳の時に、ホセ・サロモン・ロンドンに憧れて、カラカス FC のユースチームに入団した、ソテルドだったが、その後、サモラ FC のユースチームに移籍し、2013年シーズンに、プロデビュー。 4シーズンで84試合21得点と活躍し、2016年12日にチリの CD、ウアチパトに移籍した。さらに2018年シーズンには CF ウニベルシダでチレでプレーした。2019年1月24日、サントス FC と契約した。2021年4月24日、トロント FC と契約した。2016年2月2日に、コスタリカ戦で、 ユース世代の代表を経験せずに、ベネズエラ代表デビュー。翌2017年には、2017FIFAU-20 ワールドカップ出場権をかけた、南米ユース選手権の U-20 代表に招集され、本大会出場に貢献。さらに FIFA フフ主催の国際大会のベネズエラ代表としては、初の決勝進出に貢献した。2019年は、 コパアメリカ2019に出場。同年11月19日の日本戦で代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。